こんにちは、宮沢優です。久しぶりの、センスと経験のいらないみんなの学級系第11弾ということでね、久しぶりにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、個人懇談会についてのお話しさせていただこうと思っております。というのもですね、ちょっと連絡が来ましてね、視聴者さんから、採用1年目の先生からね、明日から保護者懇談会が始まります。保護者との座席配置、話す時のポイントを簡単にアドバイスいただけませんかみたいなね、そんなメールが来ましたんで、明日からだよと。じゃあ、もう今日撮って今日配信するということでね、12月今日9日でございますけれども、今日撮ってね、今日すぐ配信します。皆さんの役に立てるようにね、皆さんそうですね、そろそろ懇談会の時期でね、そういうことであればもうちょっとね、早く動画を撮影して配信しておけばよかったなと思いました。申し訳ありませんでした。はい、それではですね、個人懇談会ということでお話しさせていただきたいと思いますが、今回ね、みんなの学級系っていうことで知ってるか知ってないかだけ、もうこれだけで大きく変わるね、非常に再現性の高いお話だけを厳選して、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。目次はこちら、全部で5つあります。1つ目がまず目的ね、2つ目話す内容、3つ目話す順番、4つ目座席配置、5つ目裏技ということでお話しさせていただきたいと思っております。まず目的はですね、学校によってね、職員会議に出る要項なんかのね、目的とかバラバラかもしれませんが、簡単に言ったら2つあって、児童生徒理解の進化と、あとが家庭との、ね、連携の強化っていう、この2つですね。この2つを深めていく、強めていくために、やっていくんだっていう、このでも目的、この堅苦しい言葉なんて覚えたってしょうがないやって思うかもしれないけれども、覚える必要はないんですけども、何のために今自分がやって保護者を呼んで喋ってるのかっていう一番の大元が分かってないと、どんどん逸れていくわけですね。気をつけていきましょう。2つ目話す内容、話す内容ということで、話す内容に関しては大きく2つあって、学力、学習のことと、あと学校での生活の様子のことですね。これをきちんと保護者に分かるように伝えていくわけですね。で、一番僕が大事にしていたのは具体的ですね。具体的な話になるようにしていました。で、学力の方、成績の方なんですけれども、通知表をね、渡す先生たちも多いと思いますけれども、通知表を渡して、ここ二重丸ですね、丸ですね、三角ですね、とか、1、2、3、4、5ですね、っていう話じゃなくて、そうじゃなくてですね、なぜこうなったのかっていう根拠を具体的な授業の姿とか、成果物とか見せながらやるといいと思います。で、おすすめで、僕がもう毎年ずっとやっていたのが、皆さん学校でね、テストの点数とか、こう入力するソフトを学校の職員室のね、そのパソコンのサーバーの中に入れられてて、そのソフトを使用してるっていう方も多いと思います。例えば花丸とかさ、なんか銀ロムとかだっけ、なんかいろいろありますよね。いろいろありますけれども、それ使ってる先生多いと思うんで、もし使ってるんだったら、出力で子供ごとのカルテ作れるんですね。国語の全単元の点数と学級の平均点とかバーッと出るのが A4 1枚でまとまった紙が出せますんで、僕それ全部出してね、それ全部出して保護者に通知表の間に挟んでやってました。そうするとテストの結果がこうだし、算数は割と結構相関関係があるな。もちろんテストだけじゃないですか、評価っていうのはね。でも大体まあ相関関係ありますよね、割とね。そんな風にこう根拠を示すっていう形でもやってました。もちろんテストそのものもお渡ししたり、見る機会を見せてっていうか、こう見れる機会は作るんですけれども、そのテストだとバラバラしてるじゃないですか。なんかどのテストがどれって、この A4 1枚でパッと見てパッと分かる状況を作ってあげるのは非常に親切な仕事じゃないかなと思っています。続いて学校生活のことなんですけれども、子どもたちの活動の様子や、そして交友関係ですね。一番はね、保護者の立場にとったら一番気になっているのは学校の活動の様子とかじゃなくて、もうそれも嬉しいんですよ、話してもらったら嬉しいんだけれども、やっぱり一番気になっているのは交友関係、自分の子どもたちがいじめられてるんじゃないか、そして阻害されてたりしないか、逆に相手を傷つけてやしないか、なんてことは非常に気になってるわけですね。僕気になります、やっぱり自分の我が子のことね。だからこの交友関係のところ、やっぱりね、お話ししてあげるのがいいと思います。具体的です、これもね。一番やっちゃいけないのは、友達ともね、仲良くね、いい感じにやってますこれ全然わけわかんないんで、2時間目の休み時間ね、その休み時間に一体誰と何をしてるのか、これはわかんない、言えないって言ったら先生しっかり見てない証拠なんで、せめてね、個人懇談が始まる前には、この30人いたら30人が2時間目の休み時間の後とか何してるんだろうって、そういう視点で改めてもう一回見てみてください。そうすると何してるかわからない子供たちが浮き彫りになってくるんで、ちょっとその子供たちね、何してるのかなっていうのはちょっと注目してね、見ていってくださいということです。具体的にね、お話ししていきましょう。で、話す順番なんだけども、この辺ね、教えてもらえることって少ないと思います。以前ね、こんな動画を配信したと思うんですけどもね、これはサンドイッチ話法っていうのがあって、非常に使える話法になりますので、学校の先生ね、よく覚えておいてください。子供にも使えるし、保護者にも使えるんで、サンドイッチ話法っていうのは基本的に、いいこと言って、
って、まあ、指摘していいこと言って、そういう3段階の話し方で終わらせていくっていうことなんだけれども、やっぱり人っていうのは話をね、いいこと言われても悪いこと言われても最後に言われてることが非常にこう印象が強いわけですよね。だから最後に指摘をしちゃうと、そればっかが頭の中にこう巡り巡ってですね、帰りの車の運転、保護者のね、車の運転中とか、ああ先生に怒られちゃったわとかってね、ふうに思っちゃうから、やっぱりいいことあって、そして指摘もあって、そしていいことっていう、このいい悪いいいってね、この3つの3段階の話し方で伝えてあげるっていうのを気をつけてあげてください。さらに言うとですね、この悪いことね、子どもたちがこういうふうでこんなことができませんよっていうのを何の悪気なしに学校の先生が保護者に向けて言うじゃないですか。これ保護者でどういう気持ちするかっていうと、自分の育児が悪いっていうふうにこう自己否定の気持ちに走っちゃうんですよね。でズーンって落ち込んでっちゃう。で落ち込んでから先生とちょっと話したくないな、距離が取りたいなっていうような、ちょっとどこかこうそういう気持ちになってしまうわけですね。ですから何々ができないっていう状況があったとしたら、何ができないって、まあ、時にはねズバッと伝えることも必要な保護者もいるんですよ。全くこう自覚がない保護者とかいるでしょ。いますよね。いるんで、そういう時はもうバシッとね、お子さんこうなんですっていうのをきちっと伝えることが必要ですけれども、まあ、多くの場合はこれができませんとか、あこれは良くないですとか、こんなことしてるんですっていうふうに言うと、やっぱり自己否定に受け取っちゃうから、そうじゃなくって、こういう状況があるんだけど、こういうふうな指導をしたり、こういうふうな関わりをしたら、こういうふうにうまくいきましたとか、逆もあるんですよ。うまくいったことばっかり言ってると、逆に不信感、あの先生なんか隠してるんじゃないかっていうふうに思われちゃうところもあるんで、こういう状況があって、こういう指導、こういう支援をしたんだけども、これはうまくいきませんでしたっていうのをきちんとオープンにね、伝えていくっていうことですね。で、何々ができないっていうその事実だけ伝えるんじゃなくて、あなたなりの考察、こういうことをしたんだけども、こううまくいった、うまくいかなかったっていうね、いろんなこの PDCA のサイクルを、こう、いろいろ試してるんだっていうことをね、伝えることも大事だと思います。さあ、続いて4つ目、座席配置なんですけども、ここで、困る先生方多いと思います。座席配置っていうのは、あれですね、懇談会をしていく時の、保護者とのこう並ぶじゃないですか。並ぶっていうと子供の机とかに座ってこう話をするじゃないですか。この座席のね、こう配置のことなんかなかなかこう教えてもらえないところがありますんで、僕いろいろ試しました。いろいろ試した結果、あるところに僕は行き着いてるんですね。その行き着いたところをご紹介したいと思います。一番やっちゃいけないのはこう対面で、よく言いますよね、対面して、これすごく緊張するんですね。こんにちは、お母さん、今日来ていただいてね、ありがとうございます。さあ、お子さんのことなんですけれども、緊張するじゃないですか。なんかドキドキするじゃないですか。こっちもドキドキする、学校の先生もね。ですから視線を外してあげるっていう、あえて視線をこう外せるような余地を作っておくっていうのが非常に大事です。その時に僕がやっていた座席配置は三角形です。ちょっと書きますね。はい、書いてみました。見えますかね、教室があります。で、前の方に、左の方に黒板があります。で、子どもの机を3つ用意します。三角形にします。で、一番下窓側の方が T、 これ先生が座る机です。で、保護者は基本的にはね、この後ろから入ってきてもらうようにします。これちょっと後で説明しますね。で、保護者はそのままの流れでこちらに座ります。で、こう座ると、机と机が斜めになっているので、視点がこう、まっすぐでね、こう向かい合わないんですね。やや交差するっていうことですね。これが緊張の緩和になって、話し合いっていうか、こう話をね、こう雑談をこう、どんどん生んでいくというか、いい柔らかい雰囲気になっていく工夫をしているということですね。まあ、3つ目、三角形、この3つ目の机なんですけども、これがないと、なんかわけわかんないじゃないですか。なんか変な感じになりますね。まあ、そういう意味で3つ目置いてるっていうのもあるし、この3つ目の机にはですね、使わない、なんか余分な資料、もしかしたらこれを使うかもしれないけれども、使わないかもしれない、説明するかもしれないけれども、説明しない資料っていうのを置いておく場合もあるし、たまにね、ちっちゃい子供とか連れてくる場合あるんですね、子供、保護者の方ね。そのお子さんがいつも中ぶらになって立ちっぱなしにして、こう机に伺ってこうやってたり、ごちゃごちゃするわけですよね。そういう時に座れる余地として、3つ目の机を1つ用意しておいてあげるっていうことですね。これいいですよ、3つ目の机を準備しておくとね。で、トライアングル、三角形にもなるし、視線もがっちり合わないし、
交差するね、まだこう余白を残しておいてあげてるということで、非常にこう子供保護者の皆さんは緊張がね和らぎますということです。これが座席配置です。最後裏技です。裏技全部で4つポイントがあります。1つ目がですね、思いやりポイント。2つ目がですね、座席の配置は子供が準備で、3つ目がですね、リラックス2アロマ使います。4つ目、話が長引く保護者への対応、スケジューリングの話させていただきたいと思っています。まず1つ目なんですけれども、思いやりポイントということで、僕はですね、さっきね、保護者がこの後ろのドアからこう入ってくるようにっていうふうに伝えましたけれども、やっぱり廊下にこう椅子とか準備してあるじゃないですか。だから椅子を前の方に準備しておくと保護者は前の方から入ってくるし、後ろの方に準備しておくと後ろの方から入ってくるわけですね。でここに僕は椅子を置いちゃいけなくって、なんでかっていうと、ここに椅子を置くとそのドアに窓がある場合、ここの保護者から中の保護者の話の様子が見えるじゃないですか。この保護者っていうのは廊下を背負っている状態なんで、ちょっとそわそわしてくるわけですね。ですからこのドアのこの窓から見えない場所のややこちら側とかに椅子を 1,2 とかでね置いといてあげるわけです。で、思いやりポイントとしては、この椅子をに座った時の目線の、だから座ってるんでややこう下がってる場所に、ここにですね、ここに保護者に対するメッセージね、今日はありがとうございますとか、寒い中ね、お越しいただきありがとうございます、もうしばらくお待ちくださいっていうメッセージと、あとここにですね、個人懇談会の、懇談会のスケジュール表、月曜日から金曜日までの表ありますよね。その表を A3 とかに拡大したものをこう貼っておくわけですね。貼っておくと、あ、何分だわって見てわかるじゃないですか。多くの保護者はですね、学校から配布されたものを折りたたんでポケットに入れたりバッグに入れたりしてるんだけれども、それを出してこう見させる手間を省かせてあげるっていうことですね。もう目の前にあれば、あ、これぐらいねみたいな感じで分かるじゃないですか。そういうね、ちょっとした思いやりをやってあげるといいかなと思います。逆にですね、ドアに窓があって、めちゃめちゃもうでっかくて窓がすごく見えちゃう場合は、僕はそれをあえて窓ガラスに貼ってちょっと目隠しみたいなね状況を作っていたっていうこともあります。この待ってる保護者や実際中に入ってる保護者の皆さんがですね、こうより心地いい状態でこう話をできる環境って何なのかなっていうのを想像力を働かせて、ぜひ考えてみてくださいね。思いやりっていうのは想像力、行動力ですね。よければやってみてください。さあ続いてなんですけれども、この座席の配置は子どもが準備っていうことで、個人懇談会がある時って学校がね結構授業が早く終わったりして、子どもたちさーっと返すじゃないですか。でその後先生たちね、急いでこうスーツに着替えて準備して机やってても、でそうしそうこうしてる間に1人目の保護者来ちゃったりとかしてねありますよね。やべえ、ちょっと待ってくださいお母さんとか言ってていうことあるんだけれども、それを防ぐために僕はどうするかっていうと、初日の段階でこれ子どもの机使ってるんで、 A さんこう、 B さんこう、 C さんこう、こういう感じの机でよろしくね、椅子もねって言って、で廊下側のねここの机の子どもたちに D さんここに椅子置いといて、 E さんここに椅子置いといてよろしくね、ちょっと大変だけどごめん協力してっていうふうにお願いしておくわけです。そうすると初日で、あ、分かりましたということになって、2日目3日目4日目5日目はもう全部授業でさよならって言った瞬間に子どもがサッとやってパンパンってなって、もう全部教室の環境完了っていうことになってるんで、これとっても便利ですよ。子どもたちができることはね、子どもたちどんどんお手伝いしてもらいましょう。まあこれは子どもたちを召使いのように使ってるっていう意味じゃなくて、あくまで有志でねボランティアっていうことで、よければね手伝ってください、僕の仕事だからね本来僕がやるんだけど、よければね手伝ってくださいお願いしますって形でね、なんかやりなさいとか命令しちゃいけませんね。これはあくまでお願いっていうことでね、でもいいですよ、とっても子どもたち気よくやってくれます。3つ目、リラックスツール、アロマです。僕いつもねこれこんなこれこれ無印良品の水入れて、そこにアロマのね液体を入れてですね、電源さすとピカーンって光ってですね、しかもわーって蒸気が出てくる、しかもその蒸気が入れたアロマの香りしてくるんですね。僕はいつもヒノキのアロマをねこう入れてました。これいい香りなんですね、すごいいい香りで、なんかポワーンとあったかいライトがついてるんで、これパッと見た時にすごくこう穏やかな気持ちになるし、匂いもすごくいい匂いなので、ハッと安心するんですよね。なんかこう教室ってやっぱ保護者の人からしたらね緊張するんですよ。本当緊張して、この緊張する空間をですね少しでもこう和らいでもらって、いいお話ができるようにしたいっていう、まあそういう配慮から、そしてまあ女性が多いんでね、大体お母さんが多いじゃないですか。女性が多いのでアロマとか好きな方多いでしょ。僕もごめんなさい、僕知らないけども女性の気持ちはよくわかんないけども、アロマのことが好きな人多いっぽいんでやってましたっていうことでした。今もね家にありますけど全然使ってないです。僕はあんまりアロマとかあんまりなんでね、まあそういう配慮もねしてました。効果あったのかな、これごめんなさい
効果あったかどうかは保護者の方に直接聞いてないんで分かりませんけれども、好きっぽいんでやってたってことです。最後です、スケジューリングの話なんですけれども、これはですね、この個人懇談会をするにあたっても、個人懇談会の1週間前とか2週間前にはもう学校の先生方のね、皆さんも配布しちゃってると思うから、ちょっと今話しても意味ないと思うんだけれども、ちょっとまあ一応お伝えさせてください。話が長引きそうな保護者っているじゃないですか。この話が長引きそうな保護者って皆さんどこに配置していますか？最初、途中、それとも最後、どこですか？これはですね、話の長引きそうな、その話の長引き方の質によって変えた方がよくって、本当に子供のことで話し込んでお互いに話す内容がいっぱいあるからっていう場合と、本当に保護者の方がたくさんお話ししてくださるんだけれども、割とあんまり生産性のないお話だったっていう、そういうことがある場合があるわけですね。で、この生産性のないお話の場合は、これね、後ろの方に持ってきちゃうと、最後後ろ保護者誰も入ってないから、もう1時間でも2時間でも話しててもいいでしょうみたいな空気を出すと、めちゃめちゃずっと世間話、噂話みたいなの聞かされるっていうことになって、これ大変になっちゃうので、そういう生産性の、ないとか低いとか少ない、そういう方の場合は、一番後ろじゃなくって途中に入れた方がいいと思います。で、逆に本当にこう話が尽きないというか、本当に話をたくさんしなきゃいけない場合、もういっぱいいろんな案件があるんだっていう場合は、これ逆に途中にやっちゃうと15分じゃ終わらないので、最後にちょっと持ってくるって場合もありますね。さあ皆さん、いかがだったでしょうか？知ってるか知ってないかのね、全て再現性のあるものについてお話しさせていただきました。そして久しぶりのね、みんなの学級経営でした。どうでしたか？これ意味ありますか？誰か役に立ってるんでしょうか？役に立ってたらね、いいねとかコメントとかいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それとですね、最後宣伝させてください。こちら12月29日にですね、ティーチャーエイドという学生団体が主催するイベントで僕お話しさせていただくことになりました。無料みたいなので、ぜひね、ご参加ください。概要欄に申し込みの URL 貼り付けとありますので、よければね、お申し込みください。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。さよなら、また明日。ごめんなさい、おまけなんですけども、この机の向きにはやっぱり意味があって、これ学校のね、先生、一番窓側のね、ここに座ってます。これ学校の先生のね、机が廊下の方を向いてるじゃないですか。これにもやっぱり意味があって、これは2つ理由があります。1つ目はね、時計を見たかった。時計っていうのは大体黒板の上にあるじゃないですか。それをこうちらっと見た時に見える場所が良かったな。まあ腕時計もしてるんでパッと見えるんですけれどもね、時計が分かりやすい場所に机を置いていたっていうことと、もう1個は廊下を見ていないと、スーッと通った保護者、あ、次の保護者もう来たなっていうのが分かるじゃないですか。これ学校の先生が廊下側に背中を向けてしまうと、その情報をあえて遮断することになってしまいますので、ちょっと次保護者来たなとか、まだ来ないのかなとか、ちょっとその辺の様子が分からなくなっちゃうので、背中に廊下をこう背負うっていうのはやめた方がいいかなと思います。